おとぎ話始まりました。マンスリー MC の菅佐野です。前回に引き続き柴田聡子さんにお越しいただいてます。ありがとうございます。よろしくお願いします。いや、ちょっと前回いろいろ柴田さんのこうルーツというか制作の話とかもお聞きして、結構悩んでるんだなっていうのがまあ自分と一緒ですごくこうびっくりしたんですけど、ちょっとまあ引き続き深掘りしていきたいなと思います。あの、一応ですね、今回は事前に柴田さんのそのルーツというか、そういうものを探っていくこうコンピ、曲を何曲か選んでもらって、マイライフコンピ、作ってきていただきました。僕もまだ曲は知らないので、今から順番にちょっと紹介していってほしいんですけど、お願いします。音楽との出会いとなった一曲、ということで、選ばせていただきましたのが、植木仁さん、張り切り爺さんのロケンロールです。なるほど。そう、この曲なんか懐かしいな。子供の時に聴いた記憶あります。ちびまる子ちゃんのある時期のエンディングテーマだったんですけど、なるほど、この曲がもう大好きすぎて、で欲しいって思った時に CD 買おうと思ったんですけど、あの CD になってるはずなんだけど全然見つかんないから何かと思えば B 面だったんで、 A 面は渡辺満里奈さんの、このプロデュースが大滝詠一さんなんですけど、多分その大滝さんが作曲した渡辺満里奈さんの曲が A 面だったんですね。ちびまる子ちゃんの主題歌というか、オープニング嬉しい予感っていう曲、それも覚えてます。からも私は B 面が欲しくてそれを買ったっていう。その渡辺満里奈さんの方の曲もいい曲ですよね。いい曲でもこっちなんですね。そうなんです、これが聴きたくて。そうですか。そう、なんかね、カバーらしいんですよね、この間知ったんですけど、初めて。まだあの細いシングル CD の時代ですよね。そうそうそう、短冊のね、8センチの時でした。ですよね。そう、これが聞きなくて、多分あの、初めてハマった曲だと思います。初めて買った CD とかですかね。初めて買った CD でした。おいくつぐらいで、10代ですか。いや、小学生じゃないですかね。小1の時にロマンスの神様が大好きだったことは覚えてるんですけど、それよりちょっと後かもしれないですけどね。なるほど。そう、でもやっぱこれが衝撃的に大好きすぎてなんでだろうって感じですけど面白いですね。ますます分かんなくなりますね、大柴田さんのルーツは。自分も分かんない。ちょっと次行っていいですか。はい、行きましょう。じゃあ衝撃を受けた一曲、お願いします。は山本誠一さんの物投げるなや。どうリカバリーしたいかちょっと分からないけど、これ初めて聞いた時、じゃあそうもう笑っちゃう感じですか。いや、どんな感じなんですか。もっと宇宙がボーンって、本当ボーンって感じ、自分の殻が全部割れたみたいな感じで、ここから私、多分ちょっとね、何かがこう変わっちゃって、なるほど、そのきっかけになったんですね。なんかびっくりしちゃったんですよね、この、はい、なんて当たり前のことを歌ってるんだと思って、その時もう音楽結構好きで聴いてたりしたんですけど、ある日突然親友が CDR を渡してきて、なぞなぞっていう山本誠一さんの弾き語りのアルバムに入ってですけど、誰と思いながら聴いたら1曲目がこれで、なんて普通のことを言ってるんだと思ってでもなんかちょっとそのなんて言ったらいいか分からないですけど、そのちょっとクスってなっちゃう感じが、その柴田さんにも通じますよね。なんか、なんていうか、ちょっと通じるものやっぱありますね。今でこそやっぱそういうことがちょっとクスってなれる気持ちにも芽生えてきたんですけどね、やっぱその時はただただ衝撃すぎ、そうなんですね、と思って、こんなことが、しかもすごい真っ当じゃないですか、物を投げたら壊れるって言って、
まあ、確かにそれまでのそのいわゆる J-POP とかばかり聞いてきた中でいきなりこれ聞いたらびっくりしますよね。そうなんこんなことがあるんだと思ってなるほど、びっくりしちゃって、もうそこ以来やっぱ私は歌詞といえばこれに立ち返るように、うん、これが思考だという感じでやってます。いいですね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、3曲目いきましょうか、はい、じゃあ青春時代の1曲、はい、レッドホットチリペッパーズで By the way です。あ、知らないです、ね、知らない、はい、これは、はい、多分レッチリのキャリア的には後期っていうか、はい、あのもっともっとレッチリらしい感じのイメージの時ってあると思うんですけど、うん、だいぶもうおじさんぐらいの時ですね、みんなが、うん、でも私が高校生ぐらいだったんですけど、うん、あの前今のバンド編成とちょっと違うバンド編成でやってた時にツアーで車に乗ってて、うん、あるあの、ね、みんな同じぐらいの年だったんですねその時、はいはい、でこの By the way をかけた子がいて、うん、もう車中のグルーヴがすごいことになっちゃってもう全員がなんかうわーってなってて青春といえば、青春といえばこの曲を聴くと思い出すのって、うん、その、はい、その車の、あ、でもねやっぱり聴いてた高校生ぐらいの時、はいはい、ねミュージックビデオもでっちりこの時めっちゃ面白くて、あのバイザウェイに入ってるアルバムに入ってる3曲ぐらい作ってたんですけど、これはすっごい怪しいおじさんが車であのメンバーとかをさらうみたいなストーリーというか、でよくわかんない砂漠のようなとことかに連れてかれたり、発煙筒をわーっていきなり燃やしたりとかしてて、はい、若者には刺さりまくる内容だったんですよねそうなんですね、そういうのもかっこいいと思って見てて、うん、私も発煙筒とか燃やしたいとかキャデラックとかをこう乗り回したいって思って、はい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 、かっこいいって思って見てたんですよね。なるほどね。そうマッキーでここにタトゥーの真似してましたもん、うん、ボーカルがここにね、はい、なんかこういうタトゥーが入ってるんですけどはい、はい、これマッキーで書いてかっこよすぎてえその時も歌ってたんですか、うん、歌ってないです。ないんですか、はい、あのユースとかスピッツをちょっと家にあったギターでシャラシャラ聴いたりとかしてたんですけど、はいはいはい、熱狂してたのはこっちの方ですね。そうなんですね、はい、面白いですね。たぎりますね。たぎりますか、未だにやっぱ聞くと何とも言えない気持ちになりません。結構その時にすっごい熱を上げてたものって、うん、恥ずかしいし、はいはい、なんかもう熱病みたいなとこがあるし、そうですね、うん、なんかやっぱその当時聞いてた頃の感情とか、なんか見てた景色とかとひっついてますもんね。なんかねひっついてるし、毎日死にそうでしたよねあの時ね本当に。はい、4曲目いっていいですか。はい、じゃあ初恋の1曲、うん、いや面白いな、すごい初恋の1曲、はい、ティーネイジファンクラブ、ニール・ユング。おお、マジで人を好きになってた時に、はい、あのその子が音楽が大好きだったんで、やっぱそのぐらいね、高校生ぐらいって、まあ、同じ趣味で攻めるじゃないですか、私もこれ好きなんだみたいな感じで、なんでちょうど音楽好きだったんですけど、この TNG ファンクラブとか聞いてなかったんですよ、レッチリとか聞いてたから、はいはいはい、こういう素敵な音楽っていうか、うん、そういうの聞いてなくて、素敵なバンドもののロックみたいな聞いてなくて、うんうん、で借りた CD をこれ、うん、グランプリっていうアルバムだったんですけど、はい、ティーネイジファンクラブこれいいよって貸してもらったら、もうそれはその初恋の相手からですか。そうなんです。おすごい、これそういう意味じゃなかったかな初めて恋した一曲ってことだったかいやいやいいと思います、いいですかね、その初恋の相手から借りた CD ってことですか。そうなんですよ。でだからもう最高の気持ちでずっと死ぬほど聴きまくって、なるほど、でこの曲が多分一番好きだなと思って、でこの曲の中のサビのとこになんか溜める場面があるんですよ、はい、なんか一回切れるっていうか、はいはい、そこがすごいいいって言って、ね、伝えてました
え、その相手とはうまくいったんですか？何もなく、うん、そうなんですか？あのね、告白する勇気も何もなく、あ、伝えてもいない。そうなんですよ、ちょっとね、引っ込み思案なんでそうなん、淡く貴重な話を淡く散った感じの青春ですね、はい、青春でした。ちょっとね、間違っちゃったかな。いや、全然いいです。いや、むしろもう貴重な話をありがとうございます。次は何ですか？はい、これは上京の時の一曲。上京、はい、くるりって東京。上京する時はもうこれしかねえだろうと思って。あ、もう決めてたんですね、これ聞こうと。これをね、 MD プレイヤーに。 MD なんですね。 MD でしたね。僕もです。 MD です。 MD 世代です、ね、はい、そうそう、私も MD に編集したりして。北海道から、じゃあ、そう、はい、それがこれを聞いてちょっと泣きそうになって飛行機に乗ってたら、携帯なくして、一瞬で、東京に来て一瞬で携帯をなくしてしまって、あれ、親とかが心配してました。どうした、それは心配しますね。なくしたっつって、すごいいい滑り出しで最高の気持ちだなと思って飛行機乗ってたら、いきなりどん底に落ちた。なるほど。時もそばにいてくれた。なるほど。へえ。やっぱセンチメンタルなんて浸るもんじゃないなと思いました。その東京に出てきたのは音楽活動するためなんですか？いや、大学で。大学でですか？はい、大学進学で。そうなんですよ。そうですね。ね、上京ってね、はい、ちょっと夢がありますもんね。東京に出たいっていうのは、その前からずっと思ってたことなんですか？いや、なんか東京じゃなくてもよかったんですよね。たまたまですかね。たまたま、そうですね。家を出たいなと思ってたんだと思います、ね。はいはい。札幌を出たいというか。でも札幌って結構大きいな街ですもん ね、うん、そうね、都会ですよね。そう、その時別に愛着もなくって、そんなに出たくないなとかもなく、とにかくどっか行きたいなと思って、東京に。菅野さんは、はい、あの上京して来られる時、はい、何か一曲あったんですか？ボストンのオンラインに僕行ったんですよ、はいはいはい、高校出て、はいはいはい、で、あの東京を一度も見ずに入学したんで、やっぱ東京を行ってみたいっていう憧れは結構強くて、はい、それで大学あの終わって留学から帰ってきてすぐ東京に行ったんですけど、うん、22の時ですかね、はい、だからその時何を聞いてたのかって考えると、まあ、もう完全に洋楽なんですよね、やっぱり、うんうん、ミシェル・ンデゲオチェロとか分かります？あ、分かります。あ、分かります。ベーシストの、はい、ベーシストの、いいですよね、はい、彼女のアルバムとかを聞いてたと思うんですけど、なんて当時は素敵な和光いやいやいや、すっごい好きだったんで。早熟だったんですか、やっぱり結構。なんかその頃はもうネオソウルとクラブミュージックっていうんですかね、なんかそういうものばっか聞いてて、なんかもう日本語のポップスっていうのは全然聞いてなかったんですよね。へえ。自然と、別に嫌いでも好きでもなく、自然とその好きだったものを聞いて聞くようになったっていう。そうですね、言うなればもっとでっかいところに先に行っちゃったわけですからね、はい、まあそういうことになるんですかね、でもやっぱりその東京で活動始めて、いろんなその日本のアーティストとこう、共演したりする中で、やっぱりその日本語ポップスの面白さだったり凄さみたいなのがやっぱだんだん気づいていって、そっちにこう行くんですけど、はい、ね、じゃあもう逆という逆輸入的な感じだった、まあ、そうですね、上京した頃はもう完全にそうですね。へー、はい、じゃあ行きます、はい、大人になって出会った一曲、はい、アース、ウィンド&ファイヤーで、セプテンバーなんか思い出があるんですかね。こんなに楽しい曲あるんだと思って、はい、しかもやっぱ大人になるにつれて、こう大変なこととか、あと折り合いのつかないこととか、白黒はっきりできないことも増えていくじゃないですか、はい、自分の中でこう大人になってきたなっていうちょっともやっとしたもんも増えてきた中だと、すごい輝いて感じて、なんて楽しい音楽なんだと思って。なるほどなるほどなるほど、こんなに楽しい音楽があるんだって、味わいが
変わったというか、うん、それ以前はじゃあこの曲とか知らなかった、うん、知ってたと思うんですよ、うん、絶対全国民知ってるぐらいじゃないですか。有名な曲ですもんね。なんかでもその刺さってくるタイミングというかなんかあるんでしょうね。じゃあ自分の成長過程でこう、ね、刺さるなんか時期ってのはあるんでしょうね。こんなに楽しい音楽があるから、まあ、大丈夫だみたいな気持ちでなれたなと思って。なんかその前向きな気持ちにさせてくれる曲ってことですか ね私、うん、作りももう完璧だし、うん、最高と思ってすごい洗練されきってるんだなと思って、はいはいはい、もう完璧なものに完璧でかつずっと楽しいものに出会ったなと思って、うん、色褪せることなく、はいはい、いつ聴いても楽しいってすごいなと思って。なるほど、はい、それはね酸いやも甘いも、はい、知った後に、うんうん、そう思いました。うん、なるほど、うん、なんかでもそのやっぱこのポすごいポップな曲選んでくるのがこう柴田さんらしいというか、そうですね、なんかやっぱ選曲も独特ですね。このここまでの流れ、山本誠一さんから今セプテンバーまで来ちゃいましたからね。そうそう、次最後ですか、うん、はいはい、次がね一応最後で、エンディングトラックコンピを締めくくる曲、はいはい、ニナ・シモンで My Baby Just Cares For Me。 作品いっぱい出されてますもんね、ニナ・シモンってね。アルバムが多いから、僕なんかのピアノの弾き語りアルバムとか好きなんですけど、ピアノニーナドピアノでしたっけ、ね、そうそう、うん、でもこうすごいやっぱミュージシャンね、こうファンが多い、あそうなんですか、ですよね。そうなんだ、だと思います。へえ、ニナシモンは私あの映像が先で、はい、ね1986か7のモントルジャズフェスティバルの、多分あのアフリカからに住んでた時から初めて音楽活動に復帰しなきゃみたいな、お金もなくなってきたしみたいな時の初めてのジャズフェスの映像で、フィーリングっていう曲を歌った。その時やっぱねそういう時期だったね、悲壮怖くてっていうか、割と男性か女性かもちょっと分かんないぐらいの、こうかなりし、かなりなんていうのかな、ほんといろんなことを知ったんだろうなっていう顔してて、その映像を見たのがきっかけなんですか、ニナ・シモンが。そうなんですよ、それで、まあ、なんでこの人はこんな感じなんだろうって思って、そのやっぱライブが特になんかシリアスだし、でも、うん、すごい上がってる時とかもあったりして、不思議なすごいライブだったんですけど、で聴き始めるようになったら、あでもそのねライブでも歌ってたんだ、歌ってたけど、はいはい、音源版を聴いた時にえこんな可愛い曲を歌ってたんだと思って、でピアノの感想も最高だし、はい、ピアノの感想が一番好きです。この最高、ちょっと教科書みたいな、なんかトトトトトって上がったりとか、こう下がったりとか、はいはいはい、そうピアノもうまいんですよね、イナシモンってすごいうまいですよね。そうなんですか、ピアノ弾きからしても、でもあの頃のシーンがあってみんなやっぱピアノうまいんですよね。アレサ・フランクリンとかも実はめちゃめちゃうまいですからね。ね、言いますよね、はい、私もそれなんか訳されたやつ読んでびっくりしましたへえ、ピアノ弾きからしても、いや、めちゃめちゃうまいと思います、なんでしょうね、この子犬がかけてくる感じっていうか、ね、はいはい、という僕もうちょっとよりあのナットギングコールとかもすっごい好きなんですけど、うん、はいはい、やっぱピアノがめちゃめちゃうまくて、ピアノだけ聴いててもすごいみたいな。私もピアノを聴くのが多分一番好きだと思うんですけど、あ、そうですか、そういう器楽の中で、うん、ピア、うん、ギター、ソロギターかピアノが一番好きかなと思うんですけど。結構そういうインスト聞かれるんですか。インストも聞きます、うん、インストの方が好きぐらいの時もあったし、ノイズとかも聞くし、いろいろ聞きます。そっか、え、ソロギターとかだとだ、なんでジョーパスとかが好きか。ジョーパスとかですかエレキのあのフルアコみたいなのが結構好きですね、
柴田さんがそのライブで使ってるギターってフラコなんですか？あ、全然テレキャスです。自分はアーは弾けないんで、アコギとテレキャスなんで。ジョーパスが好きか、ジャズギターが好きとかってわけでもないんですけど、ジョーパスがエラ・フィッツジェラルドとかってるやつとかも大好き、はいはいはい、本当にすいません。いやいやいや、めちゃめちゃ楽しいです。貴重な話を。いやいや、僕もそんな詳しくないですから。という、いいですね、いいですね。ニーナシモン、ニーナシモン、これが大好き。世界で一番歌っていて気持ちがいい曲。あ、聞きたい。それ何でしょう。ミュージカルアニーのトゥモローですね。ミュージカルアニーのトゥモロー。朝が来ればってやつ知らないですか。トゥモロー、いい方がある、トゥモローってやつなんですけど。その曲知ってる。英語でもなんか日本語の歌詞は本当子供ミュージカルみたいな感じで。学校とかで習う曲ですか。そういうあれでもないかな。あんまり習わないけど、教科書とかにもしかして載ってるかもしれないし、あとは、兄はアメリカで超、あの全世界中のって歌ってて気持ちいい。これが気持ちいいですよ。カラオケとか行きます。行ったら歌います。カラオケね、行かないんですけど、家で歌ってます。あとライブ前とかに歌って、はい、マジっすか。そうそうそう、気持ちいいんで、ちょっとは一番気持ちいいところ。面白い。ライブ前の準備運動でそういうのをやったりするんですか。そうです、あの苦手な曲と得意な曲を歌っといて、はい、へー、勉強なんだ。それ苦手な曲も歌うんですね。そう、あの一番キーが合ってないみたいな、あのずっと、はいはい、境目みたいな一番出しにくい、はい、あそこばっかり出てくる曲とかを歌っていくと、ちょっと自信がついて。なるほど、はい、プラス歌いやすい曲も歌うんですか。そうなんです。気持ちいい良さをだけを取り入れるために。面白い。あ、その話めちゃめちゃ面白いな、うん、いいですよ。これ結構不安になっちゃいません。あ、この音出るかなとか。いや、あります。え、それってすごいちょっと話ずいぶん脱線したんですけど、その楽屋とかそういうとこでこう、はい、周りに人とスタッフとか人がいても歌えるもんですか。やっちゃいます。やっちゃいます。ちょっと恥ずかしさもあるんですか。ちょっと恥ずかしさもあるんですけど、僕やっぱ恥ずかしさのがまだ。あー、わかるわ。それがいいとこだと思います、本当に。恥ずかしいですもんね。恥ずかしい。私やっぱ恥ずかしさって結構大事だと思いますよ。いや、まあそうですよね、うんうんうん、だから全然もし恥ずかしくない時が来たらやってみて。というわけで、はい、柴田さんのマイコンピでした。はい、はい、ありがとうございました。いや、面白かったですね。幅が広くてやっぱり、うん、なんかこう一曲だけ見てても分かんないんですけど、うん、なんか全体で聞く見るとなんとなく柴田さんのこう、はい、が見えてくるっていうか、よかった。なんかそんな印象でした。ありがとうございます。面白かったです。ありがとうございます。聞いていただいて、はい、本当に前回引き続き、はい、今日は柴田さんのお話いっぱい聞けて、ちょっと僕も嬉しかったです。あのずっとお話ししたかったので、でね、なんか本当にこういう機会じゃないと聞けない話がいっぱいあった気がするので。いや、私も本当こんなところでお話できてありがとうございます。いやいや、こちらこそです。本当に光栄です。またお話してください。ぜひまたお会いしたいです。お願いします。すいません、ちょっとこんな感じ、本当にもうファンなんで、ちょっともうこんな感じになっちゃうんですけど、すいません。